キシのゲーム部屋。皆さんこんにちは、キッシュと申します。さあ今日もですね、アニマルレボルトバトルシミュレーターをやっていきたいと思います。さあこちらはですね、最近作ったですね、戦闘ヘリコプタージェットエンジンがついてるんでね、ジェットヘリコプターですね。はい、ヘリコプターの他にもですね、こういうね戦車をですね作ったこともありますね。いや戦車に対してのヘリコプターがちょっとデカすぎるんだけれども、どんなユニットかというと、はい、大胆なビリーを今日も大胆に配置していきますわ。大胆に配置すること、はい、50人。さあビリー視点で見てみましょう。はい、戦車とねジェットヘリコプターということでですね、とても恐ろしいユニットなんですわいやーなかなかの強さなんですよね。この戦車にはですね、コマンドボウをね乗せるところがあるんですよね。こんな感じ。そしてヘリコプターもですね、もう一タイプあって、はい、こんな感じでね、女軍人が操縦しててね、副操縦士のねゴリラも乗ってます。コクピットもね、なかなかいい感じにできてるんですよね。いや、こんな感じでですね、人間が乗るような兵器ですね。戦闘機とか、ヘリコプター、戦車とかね。はい。いろいろ作っていきたいんですよね、これからも。さあ、戦車作って、次ヘリコプター作って、さあ次、どんな兵器を作るかというと、今日はですね、戦闘機ですね。このヘリコプターと同じで、ジェットで動く、ジェット戦闘機作っていこうと思っております。はい、というわけでですね、今日もですね、プロトタイプをまず作ってみました。この機体を浮かせるためのジェットエンジンが、1、2、反対側にもう1個ついて3ですね。そして敵に向いて吹くジェットエンジンがですね、こちら、1、2、2つついております。これでね、機体を浮かせつつ、敵に向かってね、超スピードで飛んでいく感じにね、できてると思うんですよね。よし、今日はですね、いっぱい怪獣が出てきますよ。健康倍率を10倍にしたね、超大型ラバーゴーレム。さあ戦いが始まった。おい、飛び立て。よしよし、いいぞいいぞ。戦わないな。おーおおお挙動がおかしいな、お互いにジェット機の動きではないんだが敵に覆いかぶさっている。いやー、攻撃はできてるね。うん、一応攻撃はできているが、攻撃の仕方よホバリングしてるわ。いや、この動きはやっぱヘリコプターの方がかっこいいね。一応勝てたね。さあ、今度はね、爆発するハンマーを投げてくるぞ。10倍オークロードと勝負。さあ、勢いよく突進するオークロード焦げてる。おー、勝った。早かったな。攻撃力やっぱあるね。ダメだ、オークロード全然迫力ない。はい、ウルトラマンの敵にいそうなカプリコーンザデーモン10倍と戦ってみましょう。さあ、行け。カプリコンザでも歩けない。よしよし、おーすげえ、足を取ったおーすごいすごい、運んで運んで落とすのか。おーすげえすごいぞこの戦闘機。落としたー、いいね。このね、後ろのねウイングにね引っかかってね引っ掛けて敵を落としましたね。うわー、ヘリコプターにはできないゲートだ、これは。いや、ちょっと面白いかも。プロトタイプなんだけども、結構ね、いい感じにできてますね。さあ、今度は、はい、スカージ。マジでこいつ、ウルトラマンの敵に出てきそうだということで、お、また足を取った。おー、まさかのね、基本戦術、落とすっていうね。すげえ。おー、敵がでかい場合はですね、この攻撃オフをかなり有効ですね。いや、ホバリングしてる姿結構かっこいいね。おー、いいね。ディテールアップしたらかなり様になりそうだ。よし、ザ、怪獣ですね。ヒドラと戦わせてみましょう。5倍ヒドラ。あー、重すぎてみんな、お辞儀しちゃってる。あ、どうも。あの説はどうも。お世話になります。つって、戦わせてみましょう。さあ、よちよちヒドラ。こいつは重たいぞ。落とすには重たいぞ。さあ、ジェット戦闘機。首の周りにまとわりつくガミて蛍光灯に群がるガみたいな動きしてますね。さあ、ヒドラ、これは痛いぞ。10倍だからな、HP が。各首10倍だからね、それぞれがですね、1万の HP を持っているが、あっという間に撃破。おお、はい、動きもね、面白いし、攻撃力もそれなりにあるんで、結構戦えるっていうことがテストで分かりましたね。まあ、どうせならちょっと同じぐらいのね、大きさのユニットも戦いてえな。お気に入りのね、ロボット、ビッグバトロボットと戦わせてみましょう。さあ、向こうも高速でね、空飛べるからな、空中戦になるのかと思いきや、お互い睨み合った状態で始まった。さあさあさあ、おー負けた。くそ、粉々だ。そうか、ビッグバトルボットには勝てないか。
さあ、先日作ったですね、こちら、サイボーグゴローと戦わせてみましょう。いやー、ヘッドギア、そしてね、メタルアームを搭載した最強ゴリラでございます。さあ、ジェット戦闘機、こいつと渡り合えるのか。さあ、相打ち？え、でも勝ったのか。タッチの差で勝ったか。あー、でも相打ちか。ゴリラと同じぐらいの強さかってことは。さあ、今度はですね、このアイアンマンと戦わせてみましょう。アイアンマン1でね、はい、こんな感じで戦闘機と戦うシーンがありましたからね。それの再現ということでやっていきましょう。おほほほ。倒した倒した。やっぱ空中戦が見たいんだよな。飛行機だからさ。さあ、プテラノドン、50体。空中戦を見せてくれということでね。お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いい、いい、いい。あー、プテラノドンにたかられている。やばいぞ、やばいぞ。おー、でもまとめて倒してるぞ。よっしゃ、よっしゃ。勝てるか？ HP ゲージ。さあ、HP ゲージはそんなに減ってないね。もうなんかあれだな、ジェット機らしからぬ戦い方だな。勝ったけど。まあ強さはこんな感じでいいか。やっぱホバリングしてる姿はなかなかかっこいいよね。さあ、今のところですね、形はね結構整えたけど、細かいところまで装飾できていないので、今からねディテール、細かいところまで仕上げていきたいと思います。いきますよ、せーの、よいしょー。ということでですね、出来上がりました、ジェット戦闘機でございます。いや、なかなかねかっこよくできたんじゃないでしょうか。ということでね、はい、武装はね変わってないですね。もう見た目だけですね。これだけでも結構時間かかりましたよ。見た目が変わったということで、はい、強さは変わってないんですけれども、戦闘シーンかっこよく見えるんじゃないかな。ヘリコプターとねちょっと戦わせてみましょう。さあ、空中戦、激しい戦いが始まる。おーおー、ヘリコプターに勝ったぞ。HP それなりに削られたけど、やっぱかっこいいね。ホバリングしてる姿がやっぱね、ディテールアップしたからかっこよくなってますね。じゃあ次、ヘリ強化型。はい、女軍人とね、ゴリラが乗ってるんでね、その分ね、強いですよ。さあ、見ていきましょう。これはね、いいバトルになるんじゃないかなということでね、おおすげえ、相打ちと思いきや、タッチの差でやられたみたいですね。いやー、ゴリラたちが浮いている。生きてたのか、お前ら。さあ、続いてはね、この戦車とどっちが強いか見ていきましょう。いや、普通に考えてね、ジェット機だよね。本当にそうなのか。さあ、見ていきましょう。おー、かっこいい、かっこいい。おー。いや、見た目が違うだけでこうも違うのか。さあ、お次はサイボーグワイバーン3体。これね、いい空中戦が見られるんじゃないかと思うんですわ。ちょっと見ていきましょう。おー、いいぞ、いいぞ、いいぞ。さあ、ジェット機突っ込んだ。あー、でも焼かれた。やられちまった。炎で八つ咲き。いや、ワイバーンかっけえな。はい、アーマードラゴンはどうでしょうか。ジェット機、アーマードラゴンに勝てるのかちょっと見ていきましょう。さあ、バトル開始。さあ、アーマードラゴンの元に突っ込む。なんだこのバトルは。あ、勝った勝った。おー。いや、なかなかよくできたんじゃないでしょうか。ということでね、ちょっとヘリコプターを置いて、はい、この2機でね、戦わせてみたいですね。さあ、巨大ドクロ雲、スカルスパイダーが3体も現れた。ジェットヘリコプター、ジェット戦闘機、発進。よっしゃー、倒せー。敵に向かって突っ込んでいく。突撃したよ。頭から。いや、遠距離攻撃するんじゃないんだな。いやー、スカルスパイダー、久々に活躍してない。してない。いやー、かっこいいっすね、この2機。やっぱホバリングしてる姿はヘリコプターの方がいいね。かっこいいね。さあ、2機ならこいつ、サイボーグオクトパスに勝てるかな。いや、ちょっと無謀かな。見ていきましょう。さあ、あー、やられた。あー、きついか、きついか。これはやっぱきついか。そっか。あー、なんかめっちゃ荒ぶってる、めっちゃ荒ぶってる。タコの足が荒ぶってる。おー、やっぱ複数体並べると圧巻ですね。こうなってくると空母も欲しくなってくるよな。作るのめっちゃ時間かかりそうだけど、空母。さあ、目標、キングドラゴン。これ勝てるか。さあ、行け軍隊、怪獣を倒すんだ。というわけでね、わあ、キングドラゴンの火力やべえ。どんどんとやられていく。おお、勝ったのか。勝ったわ。おお、落とした。いや、やっぱロッキーもいたら勝てるか。さあ、フルフルアッシュ、ラージャン、そしてモノブロス。はい、モンスターハンターに出てくる3体のモンスターたち、これとね戦わせてみましょう。さあ、遠いからまだバトルになってないね。さあ、ラージャンが気づいた。ラージャンが突っ込んでいく。果敢に突っ込んでいく。いやー、ごちゃごちゃしてんな。とても戦闘ヘリとジェット機の戦いに見えねえな。
さあさあさあ、フルフルがやられた。うわあ、モノブロスとラージャン勝てるのか。6機のヘリコプターとジェット機を相手に、おお、撃墜したぞ。一体は離陸すらしていない。はい、そしたらですね、ここにさらにね、戦車もですね、こんな感じで配置して、キングコングを作ってくださいっていうリクエストがね、ものすごく多いので、はい、キングコングはね、即席で作れないけれども、それに近い、はい、巨人のゴロをですね、最大倍率の5倍で置きました。首がくねくねしている。でね、マンションみたいなね、塔をいっぱい置いて、はい、街みたいなね感じにして、これで戦ってみたら面白いんじゃないでしょうか。さあ、このキングコング、健康倍率30倍、攻撃倍率15倍とかなり強くなっております。さあ、怪獣さながら巨人のゴロ見ていきましょう。さあ、街を守ってくれ。さあ、バトルが始まる。おっと、ジェット機突っ込んだ。お、ビルを破壊している。ビルを、お前らが破壊してどうするんだ。しかも落とした。もはや健康倍率意味なしということでね。いやー、戦車も何もしてねえな。何気に戦車一体やられてるし、まさかのジェット機の必殺技がね、怪獣に向かっていって落とすっていう。いや、こうなったらね、もっと怪獣置きまくろう。はい、超巨大ブラキオサウルス、超巨大テリジノサウルス、超巨大カマキリ、はい、そして戦車と同じぐらいの大きさのアリがね、いっぱいいるというね、もはや地球防衛軍。さあ、この地獄のようなモンスターパラダイスで、さあ、勝てるのか。戦車、そしてジェット機がですね、街を救えるのかどうか見ていきましょう。さあ、健康倍率、攻撃倍率上がってますからね。さあ、今のところあんまりやられてないように見えるんだが、どうでしょうか。さあ、カマキリが、カマキリが落とされた。あー、カマキリ飛べねえからな。さあ、キングコングもすごいな、キングコングもう押されてるもんね、普通に。はい、何気にですね、結構ブラキオにやられてんだよな、ブラキオとテリジノに。さあ、アリを全部倒したので、戦車が巨大ブラキオに向かって突撃している。さあ、巨大ブラキオ何もしてないんだけど、やっぱ体でかいね、落とすことが困難だ。都市を守れるのかって言いながらね、もう全然ビルもうないけどね。あ、キングコングやられてる。キングコングやられてるよ。いや、ブラキオの HP 半端ねえな、まだ半分もあるもんね。おー、落とそうとしてる、落とそうとしてる、3機がかりで落とそうとしてる。ブラキオこのまま落とされてしまうのか。さあ、ブラキオの HP がどんどんと削られていく。さあ、ついに、ついに倒した。おー、吹っ飛んだブラキオが、伸びてる体が。さあ、都市をですね、守ってくれました。このジェット機&ヘリコプター&戦車軍団、よくやってくれたお前ら。街は粉々だけど。はい、というわけでですね、今日はジェット戦闘機をですね、作ってみました。いや、この世界でね、ヘリコプターとか戦車とか作るの結構難しかったんだけど、ちょっと慣れてきてね、ジェット機も作れるようになりました。これからもですね、こういう兵器いろいろと作っていくのも面白いかもしれませんね。さあ、今日の動画面白いと感じてくださったら、高評価そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。最後まで見てくれてありがとう。それではまたね。